ありがとう。やるわ。見てるだけじゃなくて話しかけないとだよ。後ろから見ているだけじゃダメなの？ちゃんと向かい合ってお話しした方が楽しいよ。あなたもそう思う？後ろからも悪くない。本当？あ気に入ったわ、あなた。キリアの次に気をかけて見守ってあげる。背後から。よし、俺の背中はサーリャに任せたから。お任せあれ。ふふふ。ああ、お兄ちゃん変なとこで優しいんだから。ダメだよ、お話しするときは顔見ながらじゃなきゃ。サーリャは呪術師のミラージュなの。ちょっと変わってるけど、魔法を使わせたら誰にも負けないんだから。キリアさんのミラージュだっけ？ええ。俺は青井いつき。よろしく。よろしく。俺の顔に何か？時々キリアがあなたの話をしてくるから少し気になっただけ。キリアさんは？期待しているわ。キリアを助けてあげて。あの子はたまに危なっかしいから。俺がキリアさんに助けられることならあるだろうけど、逆はあるのかな？頼んだから。あ、サーリャがあんなに話すなんて珍しいんだよ。お兄ちゃん普段はすごく無口なんだから。そうなんだ。うん、きっとサーリャもイツキお兄ちゃんに興味津々なんだと思う。これからも時々話しに来てあげてね。ちょっと、いい？パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレス、新しいカル、新しい、どんなのが、これでいいかな？それじゃあ、ユニティするよ。行くよ、カルネージーユニ。クロム、俺に力を貸してくれ。今作ったカルネ、次は何？
フォーマの数が。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。カイン、トーマ、行くぜ。いや、これからも俺は突っ走るぜ。いよいよ選考会だな。ああ、緊張してきた。これに受かれば、晴れてお前はヒーローとしてテレビとやらに出られるわけだ。おう、見てろよ。お前にヒーロー魂ってやつを教えてやんよ。まあ、楽しみにしてるぞ。修行の成果、存分に示してこい、トーマ。ああ、応援よろしくな。見切った。なに、俺の猛牛爆心をかわしただと。ライトニングシステムコンディショングリーン、エレベースト、うなれライガーキック。いやなかなか華々しかったな。主に散り際が。な、すげえだろ、かっこいいだろ。わかるかな、わかってくれるかな。ライガーキック食らった時ののけぞり。もし全日本のけぞり選手権があったら、ベスト4には残れそうなこの見事なのけぞり。顔出ちゃってたけどね。番組のオーディションは落ちちゃったし、代わりに決まったのがヒーロー賞。それも怪人役だったとはな。でも今回の怪人役、監督の紹介だったんだろ。経験積んでこいって。そんなに捨てたものじゃないと思うけど。だがしかし、だがしかしだ。やーい、嘘つき。にゅっ、そりゃもうさ、今度あの子に会ったら誠心誠意謝るしかないよな。思うようにいかないのが人生ってやつだ。これを糧に鍛錬あるのみだな。そうだよな、そうだぜ。俺のヒーロー伝説はこれから始まるんだ。その息だ、トーマ。そしていつの日か俺に本当のヒーロー魂を見せてくれ。ああ、
あのね、うん、ありがとう。私外に出られないから。ね、様子を見てきてほしい人は、チキは俺の嫁 P、 縮めてチキ嫁 P っていう名前なんだけど。変わった名前だけど。ハンドルネームだよ。ニックネームみたいなものかな。歌ロソフトチキを使って作曲してる人で、神様って呼ばれてるんだ。そうだったのか。でもね、最近曲を作ってないみたいなの。チキ嫁 P の曲、私も楽しみにしてたから、急に曲を作らなくなっちゃったのが心配で。わかった。その P っていう人を探してくればいいんだね。うん、ありがとうお兄ちゃん、よろしくね。チキ嫁 P はチキのシールが貼られたノートパソコンを使って、いつもカフェで作曲してるって噂だよ。カフェか。うん、とにかく行ってみるよ。ピアノジョイロハ、日曜日8時30分より好評放送中。
ですか？チキのシールが貼られたノートパソコン。いないな。マジマジマジなんだって。あれは絶対月嫁さんだったって。お、あの人たちは。ありえねえだろう、人が目の前で消えちゃうなんて。いつき。あ、人が消えたって。俺見たんだって、月嫁 P が106の近くを眠そうな目して歩いててさ、急に消えたんだよ。こうぐにゃって。あれ絶対神隠しってやつだよ。いいからそういうの。ああ、チキヨメさん引退しちゃったのかな。俺ファンだったのにな。クロム、どう思う？まだ断定はできない。だが106神隠し、気になる点は多い。行ってみよう。106のイドラスフィアか。